正堂々と戦うと宣言した野村監督、今の楽しみはもちろん首位いじめ。一方、広島に勝って再びマジック10を点灯させた長嶋監督、最下位ヤクルトを叩いて一気にスパートをかけたいところ。ヤクルト先発は巨人の苦手のサウスポー石井。初回巨人は2アウトから松井、サードへ、雨で人工芝が滑るのか、ハウエルのエラーで松井一塁へ。そして4番落合、落合はファーストライナー。巨人は立ち上がり不安な石井の前にノーヒットです。巨人の先発は万全を期すエース斉藤がスライド先発。ところが試合前から降り出した雨が強くなり36分間の中断。まさに水を差された斉藤、中断の影響が気になります。待つこと36分、斉藤は初回2アウト1塁で4番広沢を迎えます。斉藤は広沢をファーストゴロ、さすがエース、中断にも動じません。2回の巨人、2アウトから今日7番の原、詰まりながらもライトへ、これが巨人の初ヒット。そして8番村田の4球目、原盗塁失敗、巨人チャンスを生かせません。苦手石井の前に巨人松井、セカンドゴロ、落合ショートゴロ。巨人は4回終わって1安打と今日も打てません。4回のヤクルト、2アウトから古田、斉藤から左中間へツーベースヒット。続くバッターは7番土橋、なんとレフトへ第10号の先制ツーランホームラン。中断や雨は関係ないといったエース斉藤、巨人にとって大きな2点を失います。2点を追う巨人の7回、松井を置いて落合、センター前ヒット。さらにヤクルト2人目、山田のワイルドピッチで1塁3塁のチャンス。このチャンスに5番古藤、ショートライナーでランナー動けず。しかし巨人は代打吉村、フォアボールでワンアウト満塁とチャンスが広がります。バッターは原に代わって代打岡崎、ファーストゴロで松井がホームで刺され2アウト。バッターは8番村田、ツースリーから空振りの三振、巨人最大のチャンスをどうしても生かせません。頻打に泣く巨人、8回には古田の2号ツーランで4対0と引き離され、9回2アウトで古藤、レフトフライに倒れゲームセット。巨人は石井、山田の前にわずか3安打しか打てず、4対0で完封負けを喫しました。秋攻めの中、長嶋監督の渋い表情が印象的でした。どうしてこんなに打てないのかな、どうしたら打てるようになるのかなと逆に報道陣に尋ねる長嶋監督でした。